皆さんこんにちは、ポケモントレーナーの周りです。今回はシザリガーというポケモンにスポットを当てて動画を作ってみました。シザリガー、水悪タイプのザリガニのポケモンですね。持ち物は状態異常を回復するラムの実。特性は自分と同じタイプの技の威力が上がる適応力。性格は意地っ張りで、ステータスはこんな感じになってます。最後、技構成ですが、アクアブレイク、はたき落とす、アクアジェット、挑発ということで、水タイプとアクアタイプの技のみの構成となっております。今回はこのシザリガーが活躍するところを動画に収めました。それでは、どうぞ。お、対戦相手が見つかりました。スヌーさん、対戦よろしくお願いします。いや、あんまり見ないパーティーだな。ポットですか。いや、これ、初手。シザリガーだと、ミロカロスが辛いのか。ミロカロス以外はシザリガーでどうとでもなりそう。あー、武士も辛いか。初手エレザードとかの方が良くないか。でもエレザードは裏のドサイドンとか、トゲキスとかと殴り合う仕事がありそうだから。あー、きついな。マタドガスいると、マタドガスいても、ローブ氏以外に役割ない。だったら、トゲキッスの方がまだ役割あるか。トゲキッスだな。トゲキッスは裏にいた方がいい。で、シザリがトゲキッス、エレザードかな、やっぱり。それだな。ほんとか？ドリューズとかいた方がいいんじゃないか？いや大丈夫だろ、行こう。相手ゴーストタイプ2体いて、2体とも多分シャドーボール打ってくるようなポケモンだから、割とエレザードは活躍できそうですね。さあスヌーさん、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発は、こっちはシザリガーにした。相手の先発はポットです。オッケー、これは悪くない。色違いじゃん。かわいい。ピンク色なんだ。ここ相手、普通に考えたら引いてきそうだけどな。だったら畑落とすでいいよな。畑打ちます。アシストパワー無効、シャドーボール無効、無効ってか半減なんで、おお相手し、ポットです。防御下がって、殻破ってきたか。さては、シザリガーをあんまり知らないのか。はたき落とす、ポットですを、オッケー、追い詰めて、まあ、気合いの助けは、はたき落とすをしても発動するんですけどね。さあここだな、アークアジェットでぶっ飛ばす。知ってるかな、アークアジェット。知ってたら引いてきちゃうよね。まあでもアークアジェット打つしかないか、ここは。あ、オッケーオッケー、通る。いや、シザリがいいですね。助けなんかなくても相当使いやすいな、こいつ。急所は無駄急所。いや、相手はいくら素早さを上げようともね、その素早さの壁を越えてぶん殴れるのが強みですね。ミロカロス、はたいてもいいけどな。ネットはあんま効かねえし、はたいちゃうか。守るかな。あー、はいはい、ミロカロス引いて、なんだ武神、ほう、いるのか。ここはたいたのでかいんじゃねえか。めちゃ入るじゃん。火炎玉落として、オッケーオッケー。根性発動しない。武神より早いと思うけど。シザリガーの素早さ。ロブシン素早さ45族とかでしょ？ここさ、いいんじゃねえか、ダイストリーム打っちゃって。打とう。よし、
シザリが上取れるんじゃないかな。相手が上取ってドレインパンチとかしてくるんだったらそれがめんどくさいけど、マッハパンチは余裕で耐えるので。さあシザリがダイマックス、もうかっこいい本当に本当にかっこいい。ハッサムみたいじゃん、その爪もさ今見ると。オッケー、上取ってる。さあライン流せ、ローブしよう、突破強い。や適応力大ストリーム強いわ。いやいいですね、ローブシンだって防御そんなに低いポケモンじゃないからな。あとはダイアーク連打してたら勝てそうだな。オッケー、ミロカロス。ミロカロスはもしかしたら勝ち気か。ダイアークで特防下げるのってまずいのかな。まあダイアーク打っちゃおう。特防下げないとエレザードとかで突破できないしな。催眠、あぶねー、空振り保険に加入されてる。なるほど、保険降りて大役。え強っいや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 、あ勝ち気、あ勝ち気か。なるほど、特攻も素早さもぐんと上がっちゃったな。まあ大役だな。催眠術当てられちゃったー、いまずい、シザリガーが眠ってしまったー、なんてね。ラムの実発動、あれおいおい気持ちよく勝たせろよ。いやまあまあまあ、相手シザリガーをやっぱりあんまり知らなかったっぽいですな。勝てて何より、対戦ありがとうございました。お、対戦相手が見つかりました。ミーツさん対戦よろしくお願いします。おそらくねカビゴンがいる。あ、いなかった。肉屋の肉の雰囲気をまとってる名前だったから。これ初手シザリガーが強いな。初手シザリガーで、なるほど、サダイジャとかいうポケモンがいるな。おそらく巨大ジャだと思うんだよね。なのでバインドされたら面倒だな。いやシザリが裏にいた方が良くないか。これシザリが裏にいた方がいいな、多分使いやすいその方が。あーでも分かんね、いやシザリがやっぱ出そう、早いんだよサダイジャって。素早さ75族とかなんで、あー70、あーヘビニラミだったらいいか。エレザード、エレザード出すとどうなる。まあアマーガーとか突破できるな。アトラスとは、アーマーが突破できるのはエレザード以外にいるかな、欲しいかな。ブラッキー入れるか。ギャラドスとドラパルトに強そうだ。これでいきます。ミーツさん対戦よろしくお願いします。シザリガーとエレザードとブラッキー、この選手今までやってこなかったけど、どういう風に立なんだろう、動くのかな。サダイジャ先発、多分先発サダイジャはヘビニアミだと思う。アクアブレイクとアクアジェットでサダイジャ突破できればうまい。ブレイクでヘビニアミだろ。あ違った、ステルスロックか。フーム仕事されちゃったな。アクアブレイク、ほらサダイジャぶったたいて、タスキじゃないか、タスキ？タスキか。あーこいつ先制技ないから、え、あーそっかそっか、いい技持ってんなお前。その特性はちょっと痛い。アクジェで、まあ、サダイジャ突破して、裏ギャラドスだよなきっと。いやー今ダイマックスすると HP280 になる。シザリが防御高いんで、
もしかしたらギャラドスの攻撃耐えれそうな気もするけど、どうかな。ステルスロック巻かれちゃってるんで、なんとか大事だったらもうブラッキーでもいいけどな。いや、まだだな、まだまだ。大魔切って大アークしますか。そうだな。お、相手大魔切ってない。もしかして甘えた、竜の舞とかか。さあシザリガーダイマックス、かっこいい。本当にこのハサミが本当にハッサムみたいでかっこいい。2回目あ、甘えやがった。竜の舞か、残念だったな。おそらくだけどシザリガーの大悪ギャラとしては受かんないんじゃねえか。はい、突破強そう、めっちゃ強い、めっちゃ強い。さっきだってローブシンを倒した実績があるからな。ダメージ感覚ちょっとつかんできたぞ。シザリガーの適応力、ダイストリーム、ダイアークは頼っていいスペック持ってる。オッケー、ガー。ガーだったら、勝ちかな、ダイストリームで。ガーで3体突破できないだろう。鉄壁。まあ、積んだところで、まあ、うち裏にいるのが、エレザードなんで、あー、勝ってー、こいつ。もっかい鉄壁か。ダイストリーム、もっかい鉄壁。どっかでボディープレスか羽休めだかされるのかな。あのボディープレスだったら全然問題なくて、よしよし、ここ羽休めとかかな。あ、なんか食った、なんだなんだ、お盆か。アクアブレイクかな。もう一回鉄壁で甘えてくるかな。挑発撃っちゃおう。羽、アクアブレイク、ボディープレスだよな。よし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 かな。ちょっとまずったかな。シザリが残すべきだったか。エレザードが10万ボルトで突破できるかしら。ブラッキーだな。エレザード出してからブラッキーの方が良かったか。アーマーガーさんには寝てもらいます。ボディープ耐えろ耐えろ、偉い。よしよしよし、オッケー。ここあくび決まればだいぶ楽だな。で、相手このターン攻撃技しか打てないんで、このターン次のターン絶対寝るんですよ。なのでブラッキーこのまま退場でいいですね。イカ様で、オッケー。さてアーマーが寝て、エレザード降臨。この状況を作り出せたのはでかい。相手がダイマックスしても2発こっちの10万ボル耐えなきゃいけないから大丈夫だと思うけどな。ダイマックス、まあ、ここのターン絶対寝てるんで、このターンは大丈夫。次のターン最速浮きしてダイボールで、ダイボール2連チャンとかかまされると負け。
大丈夫だと思う。アーマーガーはタラップ型でもなかったのでそんなに特防高くないはず。ああ、寝てる。やっぱりダイヤボールか。さあ10万ボルト半分持っていけないのか、強いな。10万ボルト寝てろよ、頼む、起きるなよ、ウォールすんなよ。頼む寝ててくれ、頼む寝ててくれ。オッケー、勝った。あ、まだ分かんない、まだ分かんない。10万ボルト、ここ大ウォールの可能性あるな。あ、ウォールででも関係ないか。あ、よし、よかった。ふう、危なかった。いやー、ギリギリのところでしたね。ミーツさん対戦ありがとうございました。勝ててよかったです。手強かったです。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。